函館信用金庫は、かつて存在した、北海道函館市に本店を置く、信用金庫。2017年1月23日をもって、江差信用金庫と合併し解散。存続金庫は、江差信金で合併後の金庫名は、道南海外信用金庫となり、東金庫の旧本店は、道南海外信金の函館中央営業部とされた。函館市に本店、本部を置き、 支店は、函館県西山町にそれぞれ構えている。そのうち北都市、七井町、尻内町は指定金融機関にしていた。一方、函館市については都道信用金庫と共に、指定代理金融機関となっていた。しかし、函館信用金庫は2007年2008年2009年2010年と4年連続の赤字を計上。 主な要因は、資産査定の厳格化による貸し倒れ引き当て金の積み増しや中小企業の倒産が相次いだことが理由にある。このため、経営安定度を示す自己資本比率も2007年3月期の7.91%から2009年3月期には5.67%まで急激に低下していた。自己資本比率が4%近く、または割れをした場合、 金融庁から業務改善命令あるいは伊達信用金庫が行ったような資本増強策として道内の新金に優先出資証券の引き受けを打診するかのどちらかが余儀なくされ道南の新金は苦しい経営を強いられた2007年1月には箱館市電の電帖ネーミングライツ制度のスポンサー企業第1号として契約し、魚市場通電帖の副故障に 箱館新金本店前をつけて共用していた。2017年1月、エサシ信用金庫と対等合併を発表し、東新金は消滅法人となったが、合併後の本部機能はに本部体制となる予定であり、現状維持される。合併後の名称は、道南海外信用金庫となった。合併に伴い、統一金融機関コードは存続小川の1014に、支店コードは、 従来の番号に20を足したものに変更され、本店以外の店舗、支店名は変更されない。口座番号などは原則変更されないため、通帳やキャッシュカードはそのまま利用可能だが、合併後の明細の印字が、合併後のものではなく、エンボスに記載された通りに印字されるため、必要に応じて交換に応じる。なお、東稿側の本店の名称は、合併後は、 箱館中央営業部となった。2003年10月までの本店解散時点では西10町を営業エリアとしていた。スポーツ振興区事当選券の払い戻しを以下の店舗で受け付けていた。花園支店でも店舗統合まで取り扱いしていた。2009年3月キリスクロージャー P28 エサ市と箱館新金が合併預金量道内12位に日本経済新聞 http://www. 日経 .com アーティクルジャックスラソ9670万9140 Z20C16A1 リットル4万1000 2016年2月4日閲覧箱立てエサシ親近合併に外れたおしま親近はどうするリアルエコノミー http://hre-net.com ススララッッシシュュスラッシュ keizai スラッシュ k i n y u スラッシュ17655スラッシュ2016年2月4日閲覧合併に関する一問一答エサシ信用金庫函館信用金庫2016年11月掲載2017年2月2日閲覧2004年3月キティスクロージャー PQ AB 総大会について、営業地区、店舗一覧、総代の属性別構成費、専人区域、P22 から26、箱館信用金庫2017年2月2日、閲覧箱新の歩み箱館信用金庫2017年2月2日、閲覧店舗統合のご案内と、お取引店舗変更のお願いについて、アーカイブド2016年1月25日、アットザウェーバックマシン。 箱館信用金庫2010年9月掲載2017年2月2日、閲覧店舗統合のご案内と、お取引店舗変更のお願いについて、アーカイブド2016年1月25日、アットザウェイバックマシン、箱館信用金庫2010年11月掲載2017年2月2日、閲覧店舗統合のご案内と、お取引店舗変更のお願いについて、 アーカイブド2016年1月25日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、箱館信用金庫2011年12月掲載2017年2月2日、閲覧、ありがとうございます。